青毛の野生馬ー毛は、濃い青みを帯びている、黒色の重毛の毛色のこと。特に馬の毛色の一つとして知られ、一般に黒い肌と毛を持つ、馬のこと、またはその状態そのものを指す。知られている、毛色の中では最も黒い毛色である。過剰な黒色メラニンによる全身真っ黒、黒色の毛色が特徴である。ただし、長毛はやや茶色みを帯びることがあり、また白斑。 白印があるとその部分は他の毛色と同様白くなる。広い品種に見られる毛色だが比較的珍しい。出現率はサラブレッドやクォーターホースで1%以下である。間違いやすい毛色に青影があるが、青影は花や目の周り、伝部が茶色を帯びるのに対し、青毛はその部分も完全に黒いため見分けられる。黒影、土地栗毛などとも混同されやすい。 この毛色の原因遺伝子は変異型のアグルチシグナルタンパク遺伝子である。野生型アシップは黒色メラニンの合成を促進するメラニン細胞刺激ホルモンを拮抗阻害しメラニン細胞におけるメラニン合成のバランスを適切に保つ働きを持つ。青毛では2個あるアシップのいずれも変異型になっているためアシップが正常に働かずメラニン細胞が 黒色メラニンを活発に合成する。過剰に供給された黒色メラニンにより全身が真っ黒になっている。アシップ以外の毛色関連遺伝子は基本的に影と同じである。MSH 受容体の機能が失われているクリゲ系の毛色ではアシップ MSH の制御が効かず、アシップが野生型でも変異型でも毛色に影響を及ぼさないため。また、足毛。 白髪電子を持つ場合は、そちらの方が優先される。原毛色が青毛で、クリーム様希釈遺伝子を持つ場合、スモーキークリーム、スモーキー、ブラックという毛色になる。大地線、青毛。ありがとうございます。